始まりました、こがです。坂田です。これは日々の気になったものを雑談するラジオです。ポッドキャスト YouTube で配信しております。ギターを修理に出した話を、ちょっとサブテーマを変えると、はい、俺が悪かったのかっていう話。ほう、あれ何か起きた？いや、この前、はい、この前つっても1ヶ月半ぐらい前に、はい、ちょっとギターを修理出してて、はいはい、で、まあこのラジオでも、すいません、はい、なんか言ってたかもしれないけど、なんか僕と坂田が大学の時、学生の時入ってた音楽バンドのサークルって、はい、たまに今でも、まあ社会人になって今でも、まあ年に 1,2 回こう、はい、OB ライブみたいな感じでやるから、はい、まあギターを触る機会が継続してありますと、はい、で、これをちょっと出るタイミングが8月のいつかか分からんけど、まあ、8月のさ、まあ、真ん中ぐらいに今回もまたありますね、あるから、まあちょっとそれに備えてというか、だいぶちょっとギターの弦高、まあ弦の高さとかのばらつきとかが結構大きくなってたやつがあって、それ修理しようと思って調整に出した、調整に出したんよ、はい、で俺なんかそのネックス、もしかしたらネックが結構反ってるかもしれんみたいな場合の調整まで入るとなんかどれくらいかかるかわからなかったから、はいはい、一旦、まあ、その8月の真ん中ぐらいにあるので7月もう6月末に持っていったんよ、はいはい、まあ、マックス1ヶ月もかかってもまあまあ間に合うかみたいな感じで、はい、で、まあ、正直そのどんくらいかかるかのもう聞いた上でちょっと判断しようかなと思ってたんやけど、はいはい、で、まあ、持っていって、あ、ちなみに2本持ってるんでそのうちの1本を修理出して、はい、で持っていきましたと。で最初にこう、あ、どうされましたかみたいな、あ、ちょっとここがあって原稿とかの調整したくてみたいな、あ、はい、ちょっと見てみますねみたいな、でまあギターケースから、はい、バーってギターやったら、あ、なんとかなんとかのギターいいっすねみたいなまず一発目いいじゃないですか、これありがたい、はい、その楽器屋さん、はい、なんかこう楽器好きみたいな、はい、別にそんな信用できるぐらいの、そうそう、別にそんな俺のやつなんか高いわけでも、はい、なんかめっちゃマニアックなわけでもないんやけど、まあ多分そういうそういう多分接客、はいはい、まあ、上手い人なんやろな、なんか、あ、いいっすねみたいな感じで、で、あ、ちなみにないけど、そのいいっすねって言ってくれたお兄さん、はい、あの俺の後輩、坂さんの同期、坂さんとかめっちゃ仲いい友達いるやん、はいはいはい、ギターやってる、はい、に似てる、なんなんすかそれまあこれどうでもいいやけど、どうでもよくて見た目がね、はいはい、で、おー、やっぱ顔にするとやっぱなんかそういうのも好きなんかなみたいなどういうこと？なんかそういうなんかこのなんかわからん、そういうのギターがギターが好きなんかなみたいな。彼ギター好きじゃないでしょ。いやまあまあ一般の人いるよ。はい、ええんやけど、で、俺はまあ正直これどれくらいなんかかかるもんですかみたいな。うん、したらそうですね、ちょっと今かなりその持ち込みも多くて、はい、結構修理を待ちがかなり多くて。はい、そうですね、ちょっと20日20日かかりますみたいな、はい、って言われて、で、あ、まあまあじゃあ、はいはい、まあよかったみたいな、俺マックス1ヶ月かかってもまあ大丈夫かなってよ、はいはい、あ、なんかいい読みやったなっていうか、はいはい、ちょうどちょうど、あ、じゃあまあ7月今その時6月30、はい、で、まあ、じゃあ7月20日ぐらいって感じですかね、はいはい、みたいな、そうっすねみたいなぐらいで、あのご連絡できるかと思います、はいはい、あ、わかりました、じゃあお願いしますみたいな、 で一応そのまあ確認をして、だ金額とか現時点でちょっとどこまで修理をするか次第やから、はい、まあ、そのタイミングであの金額をお伝えしますみたいな、はい、で仮になんか、まあ、例えばこのその原稿調整だけでやったら、まあ、何千円、はい、でネック調整までちょっと必要そうであればなんかプラス何千円かかるんで、はい、で、まあ、弦変えるのも増えて、まあ、1万円弱、まあ、8000円とか9000円ぐらいになるかもしれないですかね、まあ、ちょっとそれプラスアルファ出る可能性あるんですけどみたいな感じで、はいはい、あ、まあ、大体 1万円弱ぐらいなのかと思って、はい、で、あ、大丈夫ですみたいな、でお支払いもまあ一応それ確定した後なんでまた次回、はい、取り来た時にお願いしますみたいな、でその連絡できましたの連絡は、はい、LINE を登録したら LINE に来てくれると、だから電話じゃなくて終わりましたよ、はい、教えてくれるみたいな、で、あ、わかりましたで LINE も登録して、まあ、預けて、はい、まあ俺は全然その間は、まあ、サブもう一個のギターの方とかでまあ練習して全然いいんやけど、で7月、まあ、マックス20日、はい、20日かかるって言われてて21日ぐらい、はい、まあそうそう細かいけど
本当に1日オーバーしたなみたいな、はい、なんか最大でも20日って言われてたから、はい、なんかすいません遅れてとかある、まあいいやね、はい、全然いいやけど、はい、なんかそういうぐらいのテンションだったから、はい、あ平気で1日2日遅れるんやみたいな、はい、であって連絡来て、あ結局21か22とかに連絡が来て、なんかあのチェック完了終わりましたみたいな、はい、でやはりあのちょっとネック原稿だけじゃなくてネックの反りもあったので、はい、ちょっとそこの調整も必要となりましたので、まあ、こういう形で、はい、こういう修繕をしようと思いますと、あと、はい、あとなんかこうその落ち込みの時にはおっしゃってなかったんですけど、なんか ここの部分も、まあ、若干こういう減りがあったんで、はい、もしかするとちょっとあのチェックの中で音がちょっとこう響き入る感じのちょっと現象を見られて、はい、まあ、ただそんなに今致命的とかじゃないんで、もしあの必要なら、もともと言ってなかったけど、はい、プラスで やりますけど、どうされますかみたいな、はい。で、なんか俺ちょっと気になったのが、なんか、その、まあ、プラスアルファはいいとして、はい、その原稿云々の話が、はい、っていうところを やろうと思うんで、あのここの修理をしようと思いますみたいな、はい、言い方だったわけよ。まだやってないって思って、はい、で、俺、あ、わかりました。ちなみに、その、追加やって、た場合ってあとどのくらいかかりますかっていうのと、はい、あとその追加をしない場合はその原稿調整周りのところはもう完了してて、はい、受け取りに伺って大丈夫っていう理解で合ってますか、はいはいはい、って LINE で聞いたら、なんか1日その日じゃなくて、はい、なんか1日後にまたポンって帰ってきて、はい、なんかあまずなんかそのプラスアルファの調整もする場合はなんかプラス1ヶ月半ぐらいいただきますみたいな。おお、結構な。かかるやんか。で、それをしない場合は、もともとの原稿調整場合でも、はい、もう今から20日間いただきますって言われて。あら。え？みたいな。見積もりが20日かかる。そうやね。で、俺、って思って、俺、これ結構ミスったんかなと思って、その、なんか、俺の聞き方が、はい、認識。なんか、まあ、多分俺が間違ってたんだろうけど、いや、でもなんか、あの感じ、どう考えても結構俺が勘違いしたパターンで勘違いするお客さん絶対多いやろって思うというか、はい、しかもなんか修理もそれも20日なんかやみたいな、はい、なんかそれもややこしいなみたいな。でだから7月20日に、はい、もう20日ってなるともう22日とかで、ね、あ、はい、これ間に合わんわと思って、はい、だからもう正直うーわーって思って、はい、諦めたというかもうあマジか、まあ、別にその「20日ってかかるって言ったじゃない20日で終わるって言ったじゃないですか」とかはもちろん言わずに「はい、あうわ俺が勘違いしたか」と思って「はい、あそうなんですね」みたいな「あじゃあまあ一旦その追加の部分はいいんでもともとの原稿調整の、はい、そこの20日は飲んだそうもう俺がまあ勘違いしたまあそうとは思えなかったけど、はい、まあまあもう証明のしようがないから、はい、もう俺の勘違いやったと飲んで「あじゃあ分かりました通常の方でお願いします」みたいな。でそしたらまた1日後とかになんか承知しました、はい、この1日後もちょっと腹立つねんけどなって思いながら返せやと。いやそうなんか20日かかってんて、はい、20日かかるって言われて俺ぶっちゃけギリもし万が一間に合ってくれたらありがたいなぐらいだったから、はいはいはい、もう追加もせずにやったからなんかその、はい、いやいや昨日から取り掛かってくれよみたいなそのそれなんかすぐ取り掛かれますみたいな感じだったからいや気になるなとか思いながらでだから俺はもう正直このマライブには間に合わないと、はい思ってたわけなんですがあら意外と早めに終わったというか、今収録日で言うと昨日の時点、はい、でだから多分20日かかるって言ってたのが、まあ、12日ぐらいで終わったというか感じだったよ、はい、だからあ結構良かったというかラッキーやねで終わりましたみたいなでよかったいつでも取りに来てくださいみたいなで、まあ、昨日取りに、まあ、俺はもう、はい、あぜひ取りに行こうと思って、はい、まあ、すぐなるべくそっちでやりたかったからで取りに行ってそしたらまあその時一発目に俺持ってって、はいはい、なんかあいいっすねって言ってくれたあのお兄さんではなかったんやけど、はい、違う店員さんが受付してくれてこれご連絡いただいて預けてたギターがあったんですけどご連絡いただいて受け取りに来ましたみたいな、はい、あ分かりましたみたいな感じででこう持ってきてくれてで一応その弾きの感じチェックされますか、はい、って言われてあやっていいですかって言って、はい、別にそのアンプとかは別に繋がなくていいんでその、はい、本当にこう、まあ、下がってるかどうかとかのだけちょっと確認するあっぜひみたいな感じで、はい、で行ってなんか一応そのまあ思想っぽいところまで行ってって、
でビーってギター開けるやん、はい、ケースから開けるやん、はい、でパーってギター出るやんか、はい、あ、まるまるだいいギターだってちょお前らマニュアルでもあんのかみたいなそのセリフでなんかそのこの22時間のうんたらかんたらをお前なんか帳消しにしようとしないかみたいななんかそのちょっとおもろくてそれが絶対言う決まりでもあんのみたいな、はい、あんじゃないですか。いやほんといやマジであるんじゃないかなと思ってか、それこそ差ってそこでしか測れない的なことなんですかね。え、どういうこと？その楽器って自体にもちろん個体差はあれと、うん、その大きな差が出ないというか接客以外で、うんうん、からやっぱフレンドリー接客でやってってるやったんやろうけど、古着屋とかありません？なんか異常に喋りかけてくるモデルさんとか。いやあるある、あれ腹立つやん。でもちょっと僕は腹は立たないですけど、あれ腹立つわ。まあいいとして、でまあそのほんまにそのなんかもう同じ人がこうなんかマスクかぶってるぐらいのなんか同じ中身なんじゃないかぐらい、もう本当にビート開けて出て、あ、え、あんたらのギターかっこいいみたいな、いいギターだみたいな、いやそれ聞いたって40日前みたいな違いますよ、32日前聞いたぞと思いながら、まあっていうことがありまして、まあ無事一応帰ってきた、帰ってきたというか、まあ修理が終わって、まあ実際まあ、本当に綺麗にはしてもらえて、はい、行きやすくもらって、別に仕上がりには文句ないんですが、はい、ちょっとその20日フェイクだけ気になったのを、あのギターを褒めることによって帳消しにさせられたっていうね。難しいとこですねで別にまあ、うん、ちょっとこれは裁判したら負けるというか、俺の向こうの日をやっぱ証明できないし、テキストで残ってたらまだしも、まあそうですね、ちょっとやられたなっていうか、見積もりに初か、うん、なんか見積もりってなんか分かんないですけど、その場でやってくれそうな気しますけどね。のあ、これこれとこれとこ、そもそも見積もりは3時間待ちとか。いやそうやね、だから俺まさ知らないけど、そのまさか20日かかって直すのがここですっていう見積もりが出てくるとは思ってな、はい、まあそう言われたんかな。あれなんですかね、なんかどこ送ってんですかね、そのあ修理工場みたいなと思ってんけど、俺多分送ってなくて、はい、多分その場でやってるっていうのがあって、なぜかっていうと、はい、俺そのギターケースごとお預けをしてて、はいはい、でギターケースの中にあのシールド、まあ、いわゆるギターとアンプをつなぐ線ですね、はいはい、をとかちょっと小道具というか、はい、備品を一緒に入れてて、はい、で預けてる間にその今回 その OB ライブまでの練習が入ってたわけよ、はい、あらあら。だから俺ギター買ってなんかこうふともう一本あるからええわと思ったけど、はいはい、なんかもろもろ入ってるやんけ、そうこうコンセントのあの充で、はいはい、電気つなぐやつとかなんかいろいろアダプターがもろもろ入れてるわと思って、はい、うわそこだけちょっと回収せんとあかんわと思って、で俺も思ったよ、そのこれそもそもどっかに持って行ってたら、はいはい、あの回収すらできないから、ね、一応電話してなんかあすいませんこうあの預けたものなんですけど、ちょっとこういういろいろ物を入れちゃっててギターケースだけ回収ってできたりしますかみたいな、はい、そしたらなんかあーなるほどみたいな、おーうーんみたいな、ちょっとお名前言っといなんかその物を伺っていいですか、はいはい、で名前言ってあのこういうなんかこう前のあるギターですみたいな、はい、なるほどちょっと待ってくださいねちょっと待ってくださいね、えっとなんか、ま、確認するわけ、はいはいはい、って多分見つけてないのに、はい、あのまあ多分大丈夫ですって言われてで、あの例えば今日とかお伺いして回収で、はい、あのギターだけ先ちょっと返してもらう、はい、でも大丈夫ですか、はい、で大丈夫だと思いますみたいな感じで言われて、はい、あじゃあ送る選択肢とかって花からないんかみたいな、っていうかじゃあなんで悩んだんやみたいな、ちょっとこういろいろよくわからんかったんやけど、うん、でまあ結局行って、はい、ギターケース返してもらってたから返してもらえたから、はい、ずっとあったのよ多分その、確かにあれじゃないですか、それはあのオペレーション的なあれで悩んでたんじゃないですか、えこれって返していいんだっけ、どうしてええやん、なんだっけ俺の問題からなんだっけ、わかんこれどっちがいいんだろう、 A と B っていうか、まあ返す返さない、うん、え、わかんなみたいな思うじゃないですか、これまあ例えば上司に聞くなりするじゃないですか、わかん、あでも聞いてないから時間経ってきて、あもうどっちから行かなきゃいけなくて、そのわかんないけど時間に決めてもらうみたいな俺よくやります
え、じゃあめちゃくちゃずさんの対応されたってことってことはマジかよ。まあっていうのがあったから、多分本当に店舗におそらくあるはずなのか、それかまだ行く前とかね、行く前とか、まあ、その可能性もあるんやけど。で、あとまあ送るときはその本体だけ送ってるとかも、まあそうですね、なくはないから。本体だけパターンとかなんじゃないですか、かさばりそうだし。まあそうやな。で、それこそギター言われたとて分かんないじゃないですか、ケースが。まあどのギターに対応するやつとかな、あれこれあんのかないのかみたいなでもなんかね、クリーニング屋みたいについてそうですけどね。そうそうそう、だから、でいや逆にケースは送りませんやったら、はい、悩む余地なしやん、はい、その物理的に。そうですね、だからあとはそう許可として OK かどうかやけど、はい、そう許可しできないはよう分からんっていうか。確かに物理的に持ってない以上は、持ってない以外は返しやすいやから。まあちょっとそういうところ、例えばその楽器を置いとく場所がケースがあったら、まあそのケースに入れてどっかポンと入れたけど、生のギター1本ってなったらこれどこにかけとくんだみたいな。でもそんなのさ、日頃から修理してるみたいなあるやろみたいな。ね、そうなんですよね。まあっていうことがあって、あのまあいろいろあったんですが、無事に、まあ、無事に帰ってきて、あのまあギターを同じテンションで同じ声色で2回褒められて、はい、あの20日の問題を帳消しにさせられたっていう、ちょっとそういった話でした。確かに何なんですかね、この何とも言えない。そう、別に怒ってはないです、ちょっとそのそういった怒ってはないが、もやついてはいる、もやついてる、もやついた話でした。はい、終わりです。ありがとうございます。この、ラジオポッドキャスト YouTube で配信してます。OK、 メールもお待ちしております。 OK.radio.picasso@gmail.com、 ピカソの綴りは PICASSO です。ありがとうございました。